星国の龍騎士は、ついと猛うによる日本のライトノベル。イラストは締めさばこ肌が担当。メディアファクトリーの MF 文庫 J より2010年6月から2015年11月まで刊行された。ドラゴンや魔法が存在する世界を舞台としたファンタジー小説で人間の少女の姿をしたドラゴンを相棒にすることになった少年を中心に物語が展開していく。 全20巻で4章に分けて構成されている。小説版の出版元と同じメディアファクトリーの月刊コミックアライブ2011年6月号から2017年1月号まで欄による漫画版も連載された。内容は原作第7巻までのエピソードに11巻序盤までのダイジェストを加えた形で構成されており、一部設定にも変更が加えられている。 下月春の歌うイメージソング、アストラルフローが2012年7月29日に発売された MF 文庫 J10 周年記念イメージソングコンピレーションアルバム、歌 J に収録され、同年10月24日にはドラマ CD も発売された。2014年4月より6月までテレビアニメが放送された。2017年8月時点で、 シリーズ累計発行部数は180万部を突破している。竜を飼う国ロートレアモンキシ国に立つ竜外人の育成施設アンサリバンキ竜学院に通う上級家庭1年のアッシュブレイクはある特殊な才能を持つにもかかわらず未だ自分の相棒たる竜が誕生しないことから学院一の問題児とされていた。ある日、学院の行事である竜によるレースの最中、 他国のスパイに遭遇したアッシュは彼らを退けたものの、外貨へ転落してしまう。その時、アッシュの左腕に刻まれた星国が輝き、そこから妖竜が誕生したことで生き延びる。しかし、人間の少女の姿をしていたその竜は、目覚めた途端に、アッシュに対して、私があんたの飼い主なのよ。と、逆飼い主宣言をしてしまう。かくして、 あらゆる竜を乗りこなす男アッシュは、唯一乗りこなせない相棒を、英子と共に、波乱の学院生活を送り始めるのだった。本作の舞台となるのは、ドラゴンや魔法、王公貴族や騎士などが存在する中世、ヨーロッパ風のファンタジー世界である。この世界には幼い頃に、ドラゴンと契約を交わし、ドラゴンと共に生きる竜外人と呼ばれる人間たちが、いる。 担当声優はドラマ CD 版、テレビアニメ版同一のもの。王族国民、エクブラッド人口の作品に登場する竜は絶大な力を持ちながらも人類と共存することで生きながらいている希少種族である。人間によって生み出された竜は飼い主から相棒と呼ばれ、主従の関係を結び共存共栄の生活を送る。変われる立場であれ、竜の力は一匹が、 人間の軍隊に匹敵するほど強大であり、その強さと偉大さから人々に敬われ丁重に扱われる。竜は現在もなお芸術家、美食家の一面を持つプライドの高い生物であり、聖気候に代表される数々の芸術品が各地に眠っているとされる。竜を立派に育て、その背に騎乗した戦う者は竜騎士と呼ばれ、特にロートレアモン騎士国では徴用される存在である。 アルクストラーダ大陸において、王国時代に流星を極めていた、流族は、時の流れと共に星を流れる星星路から、生命力を得られなくなったため妖流が死にかえ、絶滅の危機に瀕した。人類は、流族へ、自らの生命力を星星路として共有することを提案し、流族は人類へ忠誠を誓うことで承諾した。龍族が唱えた、魔法アルビオンによって、 契約は成立し、そして一人の少女が最初の幼竜を誕生させた。その少女の名は、ロサマリア。幼竜は彼女から、エ子コと名付けられた。なお、エ子コとは超古代語で、我が愛と式半身という意味である。剣族、その他称号装備、アイテム ISBN は、旧メディアファクトリー版を、似て、小説は13巻まで、漫画は5巻まで平気。 ドラマ CD 版が2012年10月24日にメディアファクトリーより発売された。A コは、リュウの娘、アンサリー版のシュガイクの庭と、下月春香の歌うイメージソング、アストラルフローのショートバージョンが収録されている。登場人物は、アッシュ、エコ、シルビア、レベッカ、レーモン、マックス、コゼット、アンジェラ、ミルガウス、アーニャ、ナビーの11人。 2014年4月から6月まで ATX、東京 m x MBS、テレビ愛知、BS11 にて放送された。全12話。元ビートレーンの子会社で2012年に資本提携を解消して独立企業となった C ステーションが始めたアニメ、制作元受けを担当する。なお、ATX では視聴者年齢制限がつけられ、 地上波未放送の内容も含めたディレクターズカット版で放送されている ATX 放送のディレクターズカット版を収録。ありがとうございます。